伊丹市交通局は、兵庫県伊丹市の組織のうち、地方公営企業として、路線バスを運営する部門である。路線バスの通称は、伊丹市 A バス。かつて、伊丹市では、民営のバスが運行されていたが、第二次世界大戦の激しい被災を受けて、途絶えてしまった。その後、戦後間もない1949年に、 三菱電機伊丹製作所が試作した電気バスを使用するという過去に例を見ない形で現在の事業がスタートした。伊丹市は地域が狭く、特に市の北部や西部からは鉄道の便が悪いため、その後は網の目のように路線網を増やしていった。現在は市の東部に阪急バスが、市の西部に阪神バスが乗り入れており、競合する区間もある。このか。 大阪国際空港には、他社の路線バスや高速バス、関西国際空港行きのリムジンバスも発着しており、乗り換えが可能である。伊丹市内をはじめとして、隣接する天ヶ崎市や宝塚市、川西市への路線があるほか、伊丹空港の通称を持つ大阪国際空港への路線が、大阪府と夜中市に乗り入れている。また、経路上で、 大阪府池田市も走行しているが、停留所はない。拠点となるのは、阪急伊丹、JR 伊丹の各駅である。そのうち、阪急伊丹には、市内最大のバスターミナルが整備されており、1990年代までは、多くがここを奇襲点としていた。その後、JR 伊丹駅が属する JR 宝塚線の、輸送改善が進んだこともあり、 現在は原則として JR 伊丹が奇襲店に設定されている。また、尼崎市内においては、阪急塚口駅を南側のターミナルとしており、駅北口に発着する。便宜上、ここでは JR 伊丹、阪急伊丹発着、塚口発着、その他の3つに対別して列挙する。公営事業者としては珍しく、長らくメーカーは、 イスズ自動車製のみに揃えていたが、2019年に、三菱不装の車両が22年ぶりに導入された。ツーステップ時代には、他の県内で、イスズ主体で導入していた事業者とは異なり、隣接するア崎市交通局と同じく、西日本車体工業仮装の車両も多く、導入されたが、現在は純正ボディとしている。座席の配列などに隣接する、 天ヶ崎市交通局時代に導入した阪神バス、天ヶ崎市内線の車両や天ヶ崎市交通局の外郭団体として強い影響を受けた天ヶ崎交通事業振興の車両とも類似点が見られる。塗装は白色とダークグリーンのツートインカラーでノンステップ化されてからはオレンジを入れるようになった。なお、百九十九年の運行開始五十周年、記念として 創業当時のクリーム色と茶色の2色が配色された車両プリンバスが3台導入された。特に運用される路線は固定されていなかったが末期は塚口発着や空港線への重当が多かった。このプリンバスは自動車排出ガス規制の改定により基準を満たさなくなったため2012年11月28日朝の運用を最後に引退となり 同日付で車席も抹消された。なお、このうち一台は観光庁オークションに出品されたが、最終的には車両として再利用されることなく、スクラップ扱いで解体されてしまった。運行離脱後、土佐電気鉄道、越後交通などに譲渡している。ありがとうございます。